皆さん、ポテチは何味が一番好きですか？僕はこの前インスタで九州醤油が一番うまくねみたいなことを、ね、言ったんですよ。そしたら DM で結構ね、幸せバターが一番だよみたいな感じのことがね、来てたんですよ。いや、わかる。確かに幸せバターもめちゃくちゃ美味しい。でもやっぱ九州醤油が一番美味しいな、みたいな感じのことで僕思ってるんですけど、皆さんどうですかね？でもまあ今回はそんなどうでもいい話は置いといて、今回は TikTok に入ってる曲10選 TikTok かな、全部踊れて当たり前でしょう。やっていきましょう。てか TikTok の方が最近めちゃくちゃ投稿頻度が悪くて、もう本当にね、すいませんって感じなんですけど、なんかもう1ヶ月近くサボっちゃってたんですけど、フォロワーさんが減るどころかちょっとだけ増えてるみたいな感じになってて、本当にフォローしてくれた人も外さないでいてくれてる人もマジでありがとうございます。今までショートで上げてたやつを TikTok の方でも上げるみたいな感じでやってたんですけど、それももちろんいいとは思うんですけど、やっぱり TikTok も YouTube もどっちもしてくれてる人からしたら、なんだろう、面白みがないなみたいな感じになるじゃないですか。だから TikTok は TikTok っぽい動画を自分のペースに上げていけたらいいなとか思ってて、TikTok っぽい動画って言ったらダンスが王道じゃないですか。だからこの動画はもうその練習も兼ねて動画になっております。やっぱり今までのこの TikTok で流行った曲を踊る系の動画、ちょっとね、あれふざけすぎてるね。今回より一層気合を引き締めていこうと思ってます。ちなみに今回選んできた10曲は、今流行ってるやつ以外にもちょっと前に流行ったやつとかも混ざってます。でもって今のところ1曲も踊れない状態なんで、30分だけ練習させてください。お願いします。ありがとうございます。それでは早速レッチャゴよし、じゃあなんか今回めちゃくちゃ自信ありますわ。行きましょう。はい、じゃあ本番行きましょう。私はシュートただのニート野郎ではございません。あなたの心の傷を埋めてきます。あ、いいお金は必要ありません。私が欲しいのはあなたの高評価、あなたのチャンネル登録、あなたの心でございます。僕はちくわです、僕はちくわです、僕はちくわです、僕はちくわです。あしからず勝ち上がるために勝ち上がる、頭からつま先までの衝撃の稲妻、俺たちの耳をくすぐる音のいたずら、アマチュア。はい、ということで TikTok で流行った曲10選踊ってみたでした。やっぱり振りを早く覚える能力大切ですよね。いや、ちょっとね、あのマジでダンス部の人とかいないか、いたら本当に教えてください。あともうね、結局朝の5時近くなんですよ。もう本当になんでこんな時間になるんだろう。ということで、また次の動画でお会いしましょう。